こうやって通路に有機物を敷いて、まあ、土を保護して土作りをするっていう話はもう何回もしてるし、まあ、前回の動画でも話してるんだけれども、まあ、これだけじゃなくてさらに、生物性を上げて土作りを促進するための手法としてすんごい簡単なことがあるんだけども、それが米ぬか。今日ね、今だった今朝5時に、コイン精米のとこ行って集めてきた米ぬか、こいつを使います。簡単です。こいつを通路の有機物の上にただ撒くだけ。こうやってね、パラ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 っと、もっともっともっと厚く撒く。あっちにも行くかな。ちょっとこの量持つの大変なんだけどもね。よいしょよいしょ、どっこいしょっと、よいしょ。こうやってかなり厚く巻いてもいい。はあっと、でこの辺にもね、畝の枕の部分にもかけておく。反対側のニンニクのところにもね、通路に草の上にどんどん巻いていく。まあ、ここでお手本見どの権利をやるかっつうと、かなりやってもいい。とまあこんな感じだ、ね、こういうふうに米ぬかを巻いておくと。でこれの狙い何なのかっていうと、米ぬかっていうのはすごい微生物がね、爆発的に食いに来るのよ。菌とかもウイルスも本当にちっちゃい虫とかもね、すごい集まってくるの。それによって、敷いた有機物の分解を促進するっていうことを狙ってやってます、ね、いつまでも分解しない有機物っていうのは土に帰らないんで、早く分解させて次に土になってもらうと。でその上にさらに草をね、まあ、今この辺に草ないんだけども、草を植え乗せる。でさらに米ぬかやるって、そういうサンドイッチっていうか、そうにしていく。有機物、米ぬか、有機物、米ぬかっていう風にしてやっていけば、どん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 分解されて、どんどん土が良くなっていくの。で微生物も増えるんで、すごくおすすめ。ただ有機物を敷いとくだけじゃなくて、こうすることでさらに早く土が良くなっていく。そういうことで狙ってやってます。で米ぬかの使い方の問題なんだけれども、微生物がすごく集まると、で微生物が有機物を食べる、米ぬかを食べる、ということで、微生物がね、有機物を炭素とかを分解するときに土の中の窒素、肥料分だよね、を食って、まあ、たまに窒素に飢餓とかが起きるっていうデメリットもあるんで、だけどもこういうふうに表面施養であれば、その窒素飢餓の心配ってものも少ないんで、まあ、こういうふうに俺は表面施養、米ぬかは基本表面施養でやってます。土の中に撒いて、耕して土の中に入れるんであれば、まあ、3週間から4週間置いて分解をした後に作物を、ね、トマトでもピーマンでも何でも植えることをおすすめします。まあ、でも一番はこうやってね、どん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 有機物と、米ぬかの層をサンドイッチを作っていくこと、これがおすすめ。かなり巻いてもいい。かなり巻くとね、カビ生えます。カビだけどこれもね、前の動画で話してるんだけども、もう生きてない、ね、生きてない有機物に生えるカビなんで、そのカビがね、トマトとかにいたずらするってことはないです。実際のところね、俺の鉢植えでさ、ガジマルとかツツジとかあるんだけども、その根元にめちゃくちゃね、米ぬか巻いたのよ。めちゃくちゃカビ生えたのよ。まあ、見た目は良くないんだけれども、そしたら、全然逆にね、元気になった。植物は。そのカビによってやられたっていうことはなかったんで、大丈夫です。表面的にカビが生えても。それが逆にそういうカビが生えることによって、カビが、この植物、作物を守ってくれるっていう話もあるんで、怖がることはない。ガツンと巻いていい。ただし表面性よね。これを土の中に入れたりすれば、やはり窒素菌がとかそういう心配も出てくるんで、
やっぱおすすめはしない。あとは、こう今朝で、ね、雨降った後とか梅雨がある状態で巻けばダメだけれども、この葉っぱにね、葉面散布として薄く巻いてあげることで、葉面微生物、葉っぱの表面にいる微生物が増えて活性化して病気から守ってくれるとか、そういう効果もあるんで、本当米ぬかっていうのは使い方次第では、無限の可能性ってちょっと言い過ぎだけども、もあるんで、おすすめしたい資材です。で、微生物を活性化させて、有機物を分解を促進するっていうことで、堆肥、一区画でさ、1メーター1メーター1メーターでも、2メーター2メーターでもいいんだけど、堆肥置き場作って、置いとく時でも、ね、うず高く積んで60センチ以上の高さにして、堆肥を発酵させて、促進させて土を作ってそれを入れる。そういう堆肥を作る時でも米ぬかを入れてあげれば、堆肥が早くできると。よく発酵促進剤っていうものを売ってるんだけども、あれ使う必要ないです。あれも、商品によるのかもしれないけども、大抵、米ぬかが入ってます。発酵促進剤って言っといて、米ぬかが入ってます。だから米ぬか巻けばいいのよ。コイン精米に行けば米ぬかなんてタダで手に入るんで、うん。本当に、有機物を早く土に戻したいっていう時は、堆肥にするとか、この通路に草を敷いて、早く土に戻ってほしい。土を良くしたいって時は、米ぬかの表面性を、これがすごくおすすめ。本当に。もっとちょっと、小刻みだね。本当にね。こういうとこにも全部巻いていく。ガンガン巻いている。まあ、こういうふうに薄くでもいいし、こういうふうに厚く巻いてもいいし、まあ、それはね、ある程度適当でも大丈夫。多少作物にかかっても大丈夫。でこの辺ちょっと畝作るんだけど、この辺をちょっとあらかじめ巻いとこう。薄くね、土に混ぜるから、まあ、こういう感じで、米ぬかをどんどん使ってやってみてほしいなと、そういうふうに思います。米ぬか本当にね、コイン精米行けばタダで手に入るんで、もっと無料で持っててくださいっていうふうに書いてるんで、そういうことを、そういうもの、まあ一般的に廃棄したりとか、米油とかになったりしてるらしいんだけれども、それでもこれ畑にはいっぱい使えるんで、ね、ただ捨てておくのはもったいないんで、本当にこういう堆肥にするとか、まあ、こういうふうにね、通路に敷いて、敷いた草の上に置いて、どんどん分解してもらう、カビを、あえてカビを生やして、作物を守ってもらうとか、ね、そういうふうな使い方をしてみてほしいなと。で、カビが生えて、カビが収まってしまえば、分解が終わった後っていうのは、それ、本当に、それが終わった後、分解が終わった後っていうのは、すんごい養分として効くんで、本当にバカにできない、米ぬかっていうのは。暇があれば、米ぬかを集めに行って、まあ、俺みたいにああいうふうにね、ポリバケツでやって、軽トラに積んでっていうのは、普通の人はできないと思うけども、スーパーのビニール袋とかでも十分なんで、それ以外でも集めて持ってきて、畑に少しずつ巻いていく。暇があれば、通りかかったたびに見て、もらってくるとか、ね、やってもらえればいいと思います。ぜひ、やってほしいなと思っています。